ご視聴いただきありがとうございます。今回は、ラーシンココに行ってまいりました。はい、めちゃくちゃ美味しい冷やし中華でございました。私元気をもらいました。よろしければご覧くださいませ。2020年8月21日、この日はラーシンココアに行きました。ラーシンココアのツイッターにて、今日からこちらの行きなし限定が始まるとの告知がありました。はい、それでは、ラーシンココアでございます。はい、そしていきなりですが、ほやし中華パフェ、今週の行きなし限定でございます。なんというユニークさに満ち溢れた一品なのでしょうか。パフェグラスというよりは、石原裕次郎的ブランデーグラスに、この冷やし中華がまとまって入っております。発想が可愛くて、ユニークすぎてニヤついてしまいますね。はい、それで具でございますが、きゅうりですね。そして続きまして、蒸しホヤで、あります。そして続きまして、生姜でありますね。そして続きまして、ハート型の卵焼きです。はい、それでこれは春雨でありますね。はい、それで、レモンスライスでございます。はい、続きまして、まあもう冷やし中華の出汁に、出汁が出汁氷になってます。続いて、ホヤの刺身でございます。はい、ホヤの刺身でございます。こちらもホヤで、ホヤ好きは300円でホヤ増しにできますので、ホヤ増しおすすめでございます。はい、うずらの卵、半熟卵でございます。はい、これもホヤの刺身でございます。ホヤがたっぷりです。ホヤの刺身でございます。この出汁氷がいいですね。冷やしにこの出汁氷があります。こう涼み感がこうアップしますね。で、麺はちょっと緑がかっておりますね。何かが練り込まれてるんでしょうか。まあ切り刃24ぐらいのもう超極細で、若干縮れが入っております。冷水できっちり締められた麺、その他もう野菜類、刻まれた野菜類が入っております。冷やし中華のタレを回しかけいただいてみたいと思います。まずはほやし中華パフェということもあり、ほやをいただいてみたいと思います。非常に新鮮な、ほやの滋味といいますか、深みあるほやらしい旨味が、新鮮に広がりまくりますね。それでも早速レモンを回しかけていただいてみたい。まずもう冷やし中華っていいですね。この前は岩手県盛岡のロバタの限定麺冷やし中華をいただきまして、今回、今年2回目の、こちらラーシンココアのほやし中華パフェ、冷やし中華をいただいてるんですけども、冷やし中華めっちゃうまいです。軽く分析をすれば、タレも甘すぎませんし、程よい酸味が効いたこのタレですね。おそらくではありますが、醤油、酢、みりん、砂糖、水、油、油はサラダ油かごま油かはあれなんですけど、ごま油の感じはほぼしません。その組み合わせの中で、醤油も酢もみりんも砂糖も出すぎず、
酸味というところでですね、その帰着するといいますか、あの着地する感じがですね、バランスよく着地する感じが非常にバランスの良い、あの冷やし中華のタレを含んでおります。いやー、これめちゃくちゃ美味しいです。ビジュアルにもユニークですし、非常におすすめのいきなし限定の冷やし中華、ほやし中華パフェであります。麺もですね、極細で、このタレをまといまくってですね、で、乾水臭さもありませんし、変な、なんていうんですかね、黄色すぎるあの中華麺っぽさもありませんですし、ちょっとここにもオリジナリティがあって、この独特にこのですね、この冷やしのタレを、冷やし中華のタレを拾ってくれる、中華麺、もう縮れた極細の中華麺で面白いんですね。そして一つ一つの具もボリューミー、きゅうり生姜、こちらもですね、まあ、生姜の方は酢漬けがされてるやつですね、コリコリシャキシャキとして、涼み爽やか、まくりまクリスティであります。冷やし中華にぴったりの具材でございます。ここ最近私夏バテがひどくてですね、あまり元気がなかったんですけれども、一気に元気になってきました。ここはほやし中華パフェで一気に元気になってまいりました。なので、夏バテで食欲がないときはまさにおすすめの一杯であります。ホヤと一緒に麺をすすっていますと、まさにホヤまくりまクリスティで、冷水できっちり締められた極細の縮れ麺と、冷えた冷やし中華のタレ、酸味が絶妙の冷やし中華のタレ、ここにホヤの風味うまみがプラスアルファまくりまクリスティでございます。はい、それでは、蒸しホヤをいただいてみたいと思います。中を開けますとですね、非常に美味しそうですね。これは剥いていただくものだと思います。剥いていただいてみましょう。刺身ですとですね、プリンプリンの美味しいホヤという感じなんですけども、蒸しホヤにしますと味が濃くなります。プリンプリンに新鮮さをいただく刺身に対して、蒸しホヤは、ホヤの旨味が凝縮しまくりまクリスティの感じを味わいます。冷やし中華にドンピシャリぴったりのセンスのいい組み合わせでございますね。はい、それでは最後に、麺を全部投入していただいてみたいと思います。そもそも石原裕次郎グラスにブランデーグラスに、麺とタレが浸ってる前提の一杯でございますから、そもそも麺に、タレが絡みまくりまクリスティです。酸味が絶妙な冷やし中華のタレ、その冷やし中華のタレを、まとい拾いまくりまクリスティの、こちらの切り刃24と思われる、縮れ麺、このオーソドックスながら普通ながら
の麺とスープ、タレの組み合わせが最高にいいですね。そして、ほやし中華とあるように、ほやの刺身、蒸しほやの、この、具、これらが一杯をさらに、引き立てております。酸味のある一杯をさらに引き立てる、最高の冷やし中華、限定麺でございました。めちゃくちゃ美味しかったです。冷やし中華パフェ、冷やし中華で元気になりました。極めて美味しくいただきました。元気をいただきました。ごちそうさまでした。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。